リツアーノ、ルクレツィアの領辱タルクイニウスとルクレツィア、ルーベンス・セクシトゥス・タルクイニウスは、王政ローマ最後の王、ルキウス・タルクイニウス・スペルブスの3番目の抜子である。ローマ神話によると、彼がルクレツアを領辱したことが結果として、王政の崩壊と、共和政の設立を招いた。タルクイニウスは、ルトゥリ人の都市アルデアを包囲していた。都市はなかなか陥落せず、ローマ軍は、 城壁の側に八えしていた。王の息子と、おいでエゲリウスの息子タルクイニウスコンラティヌスは、共に縁を開き、その最中に、自身の妻の低縮さについて話し合い、戦況が落ち着いていたので、いきなり家に帰って驚かせてみることにした。まず彼らは、ローマへ帰り、そこで開かれていた盛大な宴会場で、王女たちを驚かせた。次に、彼らはコルダティアへと急ぐと、もう、 夜も遅かったが、コンラティヌスの妻ルクレティアが次女たちと糸を紡いでいるところだった。ルクレティアの美しさと低粛さにセクストゥスは邪神を募らせた。彼は数日後コンラティアへと引き返し、そこで夫の親戚としてルクレティアの心のこもった艦隊を受けた。夜中になると彼は剣を片手に彼女の部屋へと忍び込み、こう言って彼女に迫った。 お前と奴隷の一人を殺して、死体を並べ、お前の貫通を知った私が、夫の名誉を守ったということにしてもいいのだぞ。その後、ルクレティアは、夫と、父スプリウスルクレティウストリキピティヌスへ使いを送り、すべてを語った後自害した。反乱は、彼女の夫の友人であり、いとこのルキウスユニウス、ウルトゥスに率いられ、ゴーマン王を追放し、共和制ローマが設立された。 ブルトゥスはコラティヌスと共に最初の失聖館となり、セクストゥスはガビンへと逃れ、王へと帰り咲くべく作動したが、過去のいざこざの復讐を受け殺された。ルクレティアとタルクイニウスの題材は多くの画家に好まれ、偉大な芸術家たちも作品を残している。例えば、16世紀の挿絵では、 当時の衣装でタルクイニウスの暴行と証人の前で正義を訴えるルクレティアが描かれている。ルクレティア領族を題材に劇作家のシェイクスピアは物語詞ルークリース領族を書き上げた。多くの演劇と同じく読み上げるのに2時間はかかる長編でしばしば朗読劇として上演された。シェイクスピアはよく演劇でもタルクイニウスのことをほのめかしている。シンベリンでは ヤーキモーガイモージェンの眠る寝室へと潜り込み、自身をタルクイニウスに例えている。マクベスの独り言でも、マクベスは、忍び足の比喩として、タルクイニウスの名を出している。刺激、ジュリアス・シーザーでは、主要人物のブルータスに、彼の先祖がタルクイニウスの不王を追放したことを、思い起こさせている。トーマス・マコーリーの古代ローマ史歌集の中では、タルクイニウスは、 ネトルリア軍と共に登場する。そこでは、クルシウムのオーラルスポルセンナがタルクイニースに、ローマの王朝を復興させようと企てている。ルクレティアの領辱はまた、ベンジャミン・ブリテンによる1946年作のオペラの題材ともなった。ありがとうございます。